積み重ねた毎日が色を変えた。これまでの汗も苦労も負担で、あの人を思い出す。あの僕の楽園と言っていいとも過言ではないんじゃない。地元の先輩の農家さんにご指導を受けて本当に勉強させてもらってます。本当芋は芋、もう一回やってみて。じゃがいもでしょ。じゃないの。あ、嫌なことも抵抗も全然なかったですね。本当に理想の形が取れて、家族と一緒の時間がすごい幸せで、幸せです本当に。若い人に農業っていいんだ、稼げるよとかっていう、まあ、モデルプランになれたらなと思っとって。